広島栗林がプロで唯一ホームランを許した選手が、ヤクルトにいます。栗林投手は1年目の2021年、開幕から22試合連続無失点を記録するなど、53試合に登板し、37セーブ、防御率 0.86 の成績を残し、新人王に選出されました。今シーズンも守護神として48試合に登板し、31セーブ、防御率 1.49 と好成績を残しました。そんな栗林投手ですが、通算100回3分の2を投げ、基本塁打はわずか1本。その1本は、実はスワローズの選手です。その選手は、宮本武。宮本選手は主に左の代打として出場し、ここまでプロ通算4本塁打を記録しています。2021年、レギュラーシーズン最終戦となった11月1日の対広島戦。3点を追う9回裏、先頭宮本選手。栗林投手からライトポール際のファウルを放った直後、再びライトに飛ばし、今度はホームラン。これが栗林投手にとってプロ初被弾、そして唯一の被弾となっています。